魔導王、グランゾート、最後のマジカル対戦を見たよ。うん、OVA で、まあ、前後編なんだけど。まあ、話としてはね、もう一、まだ、別の邪道族がね、攻めてきてね、そいつを撃退するみたいな話なんだけどさ。ただ、その邪道族とか、高耳族とか、のルーツの話になって、そこら辺にね、だいぶなんか話が持っていかれてね。まあ、基本的には、まず邪道族が現れて、その邪道族が起こすなんか騒動と、で、その耳長族とかのなんか話と決着みたいな感じで、ね。まあ、やっぱ2話じゃそんなもんかな、みたいな感じの話なんだけどね。まあ、しかし、邪道族もね、まさか耳長族からのなんか、派生だとは思わなかったね。だって、耳ないし。まあ、結局なんか高耳族もなんか、ちょっと破れて、ちょっと破れて、ちょっと僻地に生かされましたみたいな感じになっちゃって。まあ、なんだろうね。そこら辺のなんか、なんだろうね。もう本当2話だからね、あっという間に終わっちゃったっていうか、なんか、なんだろうね。なんかこう、あらっていう間に終わった。なんか、勝手に高耳族の、なんか、王さとかが、もうなんか、耳長族に対してなんか、復讐を持っていたのにさ。大地とかのなんか、振る舞いを見て、なんか、邪道族の、なんか、リーダーと、相打ちみたいな感じで、やられてしまって。2話じゃやっぱ短いかなっていうところが、まあ、なんか気になるところはなんか大地のねシャツの襟のダルンダルンっぷり、なんか欲望を感じた。そこまでめくれるみたいな、普通に横から見てそんなめくれるかみたいな開幕からそれやからなんか気になる。